チェイス、どうも、アクセルさん、タグド、おい、チェイです。今回の動画は、はい、1時間、山岡で体重何キロ太るか対決。久しぶりの山岡屋企画です。素晴らしい。はい。まあ、今回も、愛してやまない山岡屋を堪能しつつ勝負していこうかなと。ありがとうございます。まあ、体重企画なんで、太ればいい、みたいなもんです。そう、そうだな。もうスープでも、まあ、ドリンクでも、まあ、ラーメン、うん、サイド、全部駆使して、とりあえず体重を多く太れという。やっぱり山岡屋生活をやったというアドバンテージがみんなよ。スーパーそうだね。だからそのマインド、まあ、慣れがあるから。ちょっと今回はすいませんけど、しかも大盛りだもんね。中盛りじゃなくて大盛りだもん。大盛りやってもう二度と見たくないけどまあとはいえ、もうラーメン愛は僕の方があるし、山岡屋愛は俺のもある、俺の方がありますので。ということで、まあ、負けはね、おごりに行きましょうよ。いや、地味に痛いぜ、これ。地味に痛いよ。当然、サイドメニューに行くでしょ。うん。なので、これから体重の方を測って、1時間で大食い対決をして、帰ってきて、体重をまた測るんでね。持ち帰るまでが体重。あっ、それでは早速、山岡屋大食い対決、やっていきたいと思います。それでは、やりますそれでは、体重を測っていきたいと思います。はーい。じゃんじゃんじゃがじゃがじゃんじゃんじゃがじゃが。はい、 69.9kg。 痩せたねー。なんか知らぬ間に減っとるかな。多分3日間生活やんなくなったからね。そうだ。じゃあ入ってくれましょう。はい、それじゃあ測っていきます。太った74kg です。ラストです。ということで、ハイテクの勝利。ありがとうございます。 4kg かー。山岡屋だからね。いや、そうなんだよね。スープとかどうこうでいけっかな。ちゃんと太るよ。だからあれで遅延行為なしね。車でちょっと僕によるわとか。はい、いやいや、なんか やけにエンジンかけるのやめてくれよ。演奏させとく。許せないからね。じゃあ向かいましょう。行きましょう。さあ、入店いたしました。香ばしい、これよね。これまず紹介したいと思います。特製味噌ラーメン、餃子、ネギチャーシュー丼、プアールチャン。これはオイラーメン、チャーハンにコカ・コーラ、ビーン。どうした？まさにこれで終わりだと思って。なめるなよ。そうだよ、そうだよ、そうだよ。ここからさらに行くからこの企画は深いんでしょ。そうだよ、ね、まだスタートメインに立っただけで、これ食ってスタートなんだよ。そうだよ。さあ、やっていくんですけども、ちょっと今回、まあ、これ一緒にスタートするじゃん。そうな。まあ最近のこういうカロリー対決とか、うん、グラム対決って一旦自分のが食べ終わったらタイマーを止めることができるんですよ。注文中です、はい、なんですけども、うん、まあ、今回2人で一緒にやるじゃん、うん、だから、まあ、以前まではもうここの間は時間を止めるのはなしにしようと。ああ、もうぶっ続けですね。そうそう。ただちょっと前回コメント欄で、ここで1時間測って食べ終わった時に食べ終わった方が止めればいいじゃんと、うん、話が出たので、今回それでやってみようかなと。まあその最後のさ、計測シーンが時間同時っていうのポイントがあるんだけど、それはクリは誤差の範疇なんで、変な遅延はしないという信用のもと、信用のもとやってるんで、ご安心ください。変に遅延はやめない。でいきます。よーい、スタート。いただきます。久しぶりに特製味噌だ。蒸し飛んじゃってこれだよ、これ。うん、うわ、久しぶりすぎて背脂トッピングするの忘れた。あ、うん、うん、濃さやわね。うん、ビンコーラがちょっと前から復活したね。お、山岡屋の餃子はね、うまいんですよ。他のところちょっと違うんですよね、肉肉しさが。違います。ネギちゃんチャーハンだの、このさりげない風味がいい。それは中華屋の話だよ。ラーメン屋だから。ラーメン屋はネギ茶とか。甘めのチャーシューがうまいんですよ。さあ、問題はよ、スープをどうやって飲むのか。別に飲まないっていう選択肢もありなの。まあまあまあ、で違うラーメンに行く。体に出ますから、スープは。まあそこは自分の得意とかはありますけど。そうなんだよ、うん、俺から言わせればスープ飲んだ方が手っ取り早いよねっていう話。
ただそれは胃袋の中のもう状態にもよるから。前回の体重計は確か俺勝ってるからね。まあまあまあちょっと気持ちよくさせようかな。ちょっと遊んでやったってこと。耐えてくれ。口をさ動かしてもいいけど手を動かしてくれしない違うんだね。ここまで饒舌っぷりを出した上で勝つからおもろい。完全勝利。ああひたひたのりをバタタレコに。完璧。うわ終わっちまった。もう終わっちまった。どうしよう。でこれ全部飲めるんだけど、そうなると次のラーメンのスープを飲めない気がするの。で俺次塩行きたくて、塩マジで食べやすいの。しかもちゃんと美味しいから。で塩全部飲んで残ってる胃にこのスープをぶち込むか。で特製味噌冷めたら結構な食うんだよな。濃厚ですか。ちなみになんですけど、この間インスタライブの悪天がすごい山岡屋行ってるから私も最近行ってて、私醤油派だったんですけど、ハチさんがすっごい特製味噌食べろ食べろって言うから、特製味噌食べたら特製味噌派になってしまいました。分かってるって。そうなんだよな。この自分の浮気を危機として話すやつどうかと思うよ。重っ。 なんか勘違いしてるよね、それがこうなんかまるでプラスかのように、なんか美談のように使ってるけど違うから。まあと言いつつ正直トントンなんですけど僕が。え、まあ言ったじゃん。嘘だ嘘だ。セゴシを食べてありだなっていう話になって、今でもそれが健在なの。それはだってマイナスになる要素はない。ノーマルシューと特製味噌はグーマン。俺もちょっと醤油の見方変わったよ最近。うん、やるじゃん。純粋にうまい、うん、さっぱりずっと持ってるけどちょっと奥深さがあるんだ。なるほどな。はい、まあ、ここで私はこう山岡愛が出ちゃってますね。待ち受けが山岡愛出てるやつがサファリのスクショおかしいの。はい、残り47分エモストップだ。ちょっとこいつ冷ましです。じゃあ追加注文しましょう。行きましょう。さて追加注文としました。ジャンプです。え、ロウですか。どうもロウです。ロウですか。塩ラーメン屋です。俺は卵かけご飯屋と餃子屋と食事の油に込む一本屋です。サイドメニュー攻めで、まさかそれを全部食べてでスープで流しちゃおうみたいな作戦ですか。全部言ってくれたな。その通りだよ。いやー俺にはできないですね。そんなんやってしまった時にはもうお腹タプタプで俺はもう最後まで持ちません。なのでこれから柏までドライブしてから入ります。まあその時はお前の車が悲惨なことになってよ。いスタート。スタート。再開。さあこっからはもう結構ペースを大事に自分のペースを守りつついきたいと思います。うまい。お塩はさっぱりやろ。何してんの。え、卵を溶いてる。なんでわざわざそのまま混ぜればいいじゃん。これだから二流卵戦士や。うっとしいな。何うっとしいな。あ、食えよ。あ、食えよ。え、食えよ。なんだよ。カラルと来てもそれやんの。どこでもやる。もう焼肉屋だろうがすき焼き屋だろうが何だろうが。ダーンやりまくる。ふっか。ふっかちゃん。ふっかちゃんだよ。うん、まあ隣にもそれできるやつ見てる。何？全国の山岡屋店舗でご利用できます、まあ、サービス券のことなんだけど、そこに山岡屋系列みたいなのが書いてあって、ラーメン山岡屋、極煮干し本舗、味噌ラーメン山岡屋。知らなかったんですか。俺はもうあの山岡屋企画の時点でこれを触れてますよ。嘘。内蔵上で言ったか分かんないけど動画だと。こういうそういうのあるんだ。でも見たことねえな。味噌ラーメン山岡屋にさ、味噌ラーメン好きが行ってないなんてことは許されると思う。え、ちょっと超気になるんだけど。ちなみにどこの店舗であるか探してみる。特製味噌ラーメンじゃないのメニューがあるってことでしょ。味噌のとか違うジャンルの可能性があるな。味噌ラーメン山岡屋。全然違うじゃん。原点回帰。ちょっと待ってみんな、おい、ちょっと待ってくれよ。全然違う。札幌
ススキノ北海道かい遠いな。それは見たことねえわ。遠いわ。ススキノって、あ、もうあれだね、北海道限定の味噌かやば。味噌っつったら北海道だもんな。北海道行く理由できたな。確かに白味噌、ごま味噌。味噌の種類えぐない。白味噌、札幌醤油、お、醤油もある。ホタテ塩、サイドメニューもちょっと違うね。やばわさびご飯、そぼろご飯。ちょっと待って、本気出すぎじゃない。これのために行く理由あるぞ。あるぞ。もう味噌ラーメン山岡屋が食べたいんじゃっていう企画で、北海道の企画。ふっからすぎだな俺ら。いや、ちょっと麺好き気になるね。ちょっと北海道に土在中の、ああそうそう、皆さん、ちょっとどうなるか、ちょっと食ってよ。今年の誕生日は北海道か。え、誰の。え、お前の。まあ、1ヶ月しかないよ、うん、だから、その時はここに大きい傷とここは反対してるから。うっとるやないぞ、うん、あの6月とはね、だいぶ状況変わってるからね。それはもうな、みんなにこの間お知らせ言ったけど、ちょっと大きなプロジェクト、めちゃめちゃお金かかるんですよね。うん、初動がちょっと大変だ。だからもういいよ、古着屋で2万円ぐらいで。めちゃくちゃ贅沢。古着屋の2万はくっそいい。言うことない。人の誕生日プレゼントだった。ここで2万円向かっていいよ、最高だもん、ね。2万？輝く。めちゃくちゃ真面目に、こういうのってもらったら当然嬉しいけど、自分が買うにはちょっとタイミングとか機会ねえなっていうものをあげるのが一番刺さる。確かに。サウナハットかなって思います。おお、全然嬉しい。今のこのお前が必要だけど別に買わんでもいいかもに乗ってるノリのやつって、それかな。いや、そういうのって欲しいわ。ただまあ好みあるやん。これがいい、こういう形の。羊の毛で作られた、うん、でダイヤモンドとかこれつけてくれたりか。あれジュエリー、もらった瞬間売るわ。ルイ・ヴィトンのお遊びに関してこれ誰が買うの。お前、うん、ハイブランドのお遊びって言うと、パリコレとか仮装大賞。はい、終わり。ルルルルルルルって言われてた。で、俺もさすがになんかここまである服、首がなんかもう処刑台みたいな。あれは、え、これ靴着ないやろって。あれはいかに真剣な空気感でこうクリティカル出せるかっていう大喜利選手権。これちょっと爽快だな。お、具がこんなに重いと思わなかった。うん、ここで満を持して、スープタイムだ。やば、スープ、うん、しま、とりあえず具はこれで終わりです。ちょっと餃子うまい、持ち帰りして。そうだ、それつけないそれ。ここに住みてーとかさ、大阪とかで行ったら住めば行ってくるやつけど、それを待ち飛んで行ってくるやつがこっちは当然のことで行ってますよ、そんな顔してます。餃子に関しては手軽だからこっちが悪い。今の食えよ、いいやん、なるよ。でも真面目すぎてうわ、って言いたくなる。ああ、そういうこと。唐突に。はいはいはい。予約さーって一緒でしょ。そうそうそう。時間は意外と余裕なんだよね。え、待って、あと31分もある。お互いの同意があればそこで終了とそっかにしてはいいと思う。トイレ行ったらよくないもん、ね。まあ、まだ耐えれる。全然耐えれる。ただ今言ってたりするし、一旦ね、ちょっと飲み込みそう。落として一回ギュッとした上で水分を入れて、ギュッギュッギュッのギュッって感じで。明日原さんですか。どうも、明日原です。みんないっぱいギュッ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 って。あの当時小あの6歳とか5歳ぐらいの時。めっちゃ見てました。丸物来てめっちゃ好きやったんですよ。鈴木福君とは現在どうなんですか。鈴木福君は危ないわ。どう考えてもこれを絶対先に飲んだ方がいいっちゃいいんだよ。同時に飲むのはダメだ。飲みやすさ的に俺はそれをやるよ。濃いとさっぱり、まあ、油を流すで相乗効果、どっちも結局入っちゃうねっていう。あー、禁止を送ってしまいました、すいません。でも勝つのレベルがいいです。うん、いいぬるさ。あ、主張飲みやすい。早っ。嘘でしょ。え、よいしょ。山岡のスープにこぼすのは結構きつい。うん、やら、うん、大やらかし。ただ、おー、一気に来るんだやっぱり。めっちゃ張り出した。プレッシャーを与える。俺はこれを飲み切って、これを飲んで、一旦ノルマクリア成功。お
貴様はこれ飲んだら、これを飲んだらもう注文しません。お互いそこまでノルマクリアしたらもう終了して速攻体重を測りに行けるとOK。 タイミング重要よこれ。結構今張ってますよ、リーダー。変なことしたらなんか警報鳴りそう。どういう音なの。かぼそ。結構あるな。予約だな。おめえ大変だぞこれ。うん、俺も終わるぜ。下がって結構長い。おで、え、お前こっから即時にこの1分もいくの。きつい。ちょっと俺はもうここでストップだ。バーン。やっべ。ちょっと普通の牛じゃないじゃん。逃がした感じはちゃんと味する。それがいい。何が言いたかったの。それだけ言ったけど。ちょっと腹立つな、この3個。あ、なんか増えたわ。しわ、ユージオンの背中みたいになってる。鬼の目。え、じゃあちょっと待って、ここまで。ここまで、ここまで。あの、支援やめてもらっていいですか。こっち待ってんの、もう止まってんの、俺のタイム。はい、終了です。ちょっと、もう水分、ちょっと喋らせないで、ほんとに。これ8分29秒でした。うん。いいでしょ。よし、帰ろう。体重測定まだしないといけないから。今トイレ入るじゃんけんしよう。じゃんけんぽい。よっしゃ。ごちそうさまでした。はい、帰ってきました。早くしてくれ。お腹痛すぎる。もたもたすんな。俺から行きます。お前な、何キロだったっけ。 69.9 キロです。 69.9 な。行きます。はーい。ちょっと腰痛いからリズム。うわ、ちょうどや。おお、ジャスト2キロです。 71.9 キロね。くっさー。うわ、まあ、うわっ。なんだよ。とりあえずお前だ。ああ、おいおい、あっ、あっ、やめろ。早く上がってください。俺はジャスト74キロでした。いきます。うわー、うわ、マジで。おお、 76.2 キロだからプラス 2.2 キロでーす。ウィロー。俺最後あのドリンク飲んだら分かんなかった。そうだよ。まあ、200g 結構ですけどね。いか座れよ。早くさ、早くしてもらっていいっすか。早くトイレ行きたいんですよ、こっちは。はい。はい。ということで、今回の勝者、颯君。イェーイ。いやー、腹痛い。本当に笑わせる。やばい。ちなみに、金額は4500円ぐらい。やっしゃー。しかし。ごちそうさまでーす。いやー。いや、よく危ない。4000は普通にね、痛いな。山中としては全然あのクオリティで4000安いんだけど、普通に嫌だ。ということでね、久しぶりの体重企画、ちょっとあのブランクありすぎてこのきつさを忘れていました。これ普通は味わなくていいきつさで、山岡屋の企画も久しぶりで、山岡屋企画終わった後はもう何か再来です。まあ、これは山岡に限らず、体重企画やった後にその二度と帰るよって言って帰るから、もう翌日は食べたいけど。ぜひ山岡に行って特製味噌ラーメン、醤油ラーメン食べてください。そして北海道にいるどさんこの皆さん、お味噌ラーメン山岡屋のレビューをお願いします。いつか行きたいと思うのでね、ぜひ楽しみにしてください。はい。ではチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。